11月24日、佐伯区の農祭館五日市で3回目となる JA 祭り in 佐伯区が行われました。今年のテーマは、食と農と人の出会い、触れ合い、郷土愛。五日市農事研究会の野菜販売やみかんの詰め放題、また由岐町特産のこんにゃくの販売など、さまざまなブースが並びました。またアトラクションブースでは佐伯区内の JA 広島市各支店が子どもたちに向けて趣向を凝らしたお楽しみラリーを行い、にぎわいを見せていました。一方、ステージでは五日市ジュニアジャズダンスの子どもたちがオープニングを飾りました。そして JA 広島市各支店で活動する大正琴と日本舞踊花笠踊りのグループが日頃の練習の成果を披露しました。そして午前ステージの鳥を飾ったのは地元由岐町の下五日原神楽団です。力強く華麗な舞を見せました。地域に根ざしたブースやステージで盛り上がったお祭りとなりました。